音楽の日2024特集ナンンバーアンダーアダラインアイの新曲ゴート初披露神宮寺裕太ガン・ユータが語る音楽の日2024への思いインスタストーリーで話題神宮寺裕太ガン・ユータ音楽の日2024に向けて7月13日の午後7時特別なイベント音楽の日2024が開催されるこのイベントは 多くのアーティストが一堂に会し、生放送でその音楽を楽しむことができる特別な日であり、音楽ファンにとっては年に一度の楽しみだ。中でも特に注目を集めているのは、人気グループナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスだ。彼らの新曲、ゴートが初めて披露されるということで、ファンたちの期待は最高潮に達している。この新曲は、リリース前から話題を呼んでおり、 SNS 上ではファンたちがその披露を待ちわびる声が飛び交っている神宮寺裕太とガン・ユータはそれぞれのインスタグラムストーリーを通じてこのイベントへの参加を報告しファンたちの期待をさらに高めている神宮寺裕太が投稿したストーリーでは彼の明るい笑顔とともに今夜のパフォーマンスを楽しみにしていてくださいというメッセージが添えられていたその投稿には ファンからの楽しみ頑張ってというコメントが殺到し、彼らのパフォーマンスに対する期待が伺えた。岸優太も同様に、インスタグラムストーリーで、今夜は特別な夜になるよというメッセージを発信し、ファンの心を掴んで話さなかった。ファンたちは、彼らの投稿に対して熱い応援のメッセージを送り続けている。このように、SNS を通じてのコミュニケーションは、 アーティストとファンをより近づける重要な手段となっている特にリアルタイムでの情報共有が可能なインスタグラムストーリーはアーティストの日常やパフォーマンスに対する思いを直接伝えることができるためファンにとっても非常に貴重なものであるファンたちはアーティストの投稿を見てその日のパフォーマンスやイベントに対する期待を高め彼ら自身もその一部であるかのような感覚を味わっている実際 ファンたちの期待は SNS 上のコメントからも明らかだ。強と楽しみ。ぶちかまし期待してる。白衣装いかな、といったコメントが飛び交い、ファンたちの興奮が伝わってくる。彼らは、アーティストがどのような衣装で登場するのか、どのようなパフォーマンスを見せてくれるのかを予想しながら、その瞬間を待ちわびている。また、ファン同士の交流も活発で、 テレビの前でスタンバイしてるみんなで見ようといったコメントが見られ、共に楽しむ姿勢が感じられる。このようなファンの期待に応えるべく、n o ア i のメンバーたちは日々努力を重ねている。彼らは、新曲 GO ト」のパフォーマンスを完璧にするために、練習を重ね、その成果をファンに見せることを誓っている。この楽曲は、彼らのこれまでのスタイルとは一線を画すものであり、 新ししいい挑戦を象徴しているそのため、ファンにとっても非常に楽しみな一曲であることは間違いない。また、このイベントは単なる音楽の疲労だけでなく、アーティストたちがそれぞれの思いを語る場でもある。神宮寺優太と岩優太も、今回のイベントに向けて特別なメッセージを用意しており、ファンに向けて感謝の気持ちを伝える予定だ。彼らのメッセージには、 これまで支えてくれたファンへの感謝や、今後の目標、そして新曲、強盗に込められた思いなどが含まれている。このようなメッセージは、ファンにとって非常に感動的なものであり、アーティストとファンとの絆をより深めるものとなる。さらに、今回のイベントでは、他のアーティストたちとのコラボレーションも予定されており、音楽ファンにとっては見逃せない内容となっている。特に、 ナンバーアンダーラインアイと他の人気アーティストとの共演は多くのファンにとって夢のような瞬間でありそのパフォーマンスがどのようなものになるのか期待が高まっているまたこのイベントを通じて音楽業界全体の活性化も期待されている新型コロナウイルスの影響で多くのライブやイベントが中止となり音楽業界も大きな打撃を受けたしかしこのような特別なイベントを通じて 再び音楽の力を感じ、業界全体が活気づくことが期待されている。アーティストたちも、ファンに音楽の素晴らしさを再確認してもらうために、全力でパフォーマンスを披露する予定だ。このように、音楽の日2024は、ファンにとってもアーティストにとっても特別な一日となることは間違いない。ファンたちは、テレビの前で彼らのパフォーマンスを見守り、 SNS を通じて応援のメッセージを送り続けるだろうそしてアーティストたちはその期待に応えるべく最高のパフォーマンスを披露することを誓っているこの特別な一日が多くの人々にとって忘れられない思い出となることを願ってやまないファンたちはこの特別な日のために前もって友人や家族と一緒に見る計画を立てたりお気に入りのアーティストのグッズを準備したりしている 彼らの期待感は日増しに高まり、その思いが SNS 上での活発なやりとりからも伝わってくる。ファン同士の交流は、イベントの楽しみを倍増させる要素の一つであり、彼らはお互いにパフォーマンスについての予想を語り合い、興奮を共有している。特に、神宮寺優太と元優太のインスタグラムストーリーが更新されるたびに、ファンたちはその情報をもとに新たな予想を立てたり、コメントを送り合ったりしている。 イベント当日ファンたちは早くからテレビの前に集まり放送開始の瞬間を待ち構えている彼らの手にはお気に入りのアーティストの写真やグッズが握られ気持ちは一つにまとまっている放送が始まると画面に映し出されるステージの華やかさやアーティストたちのエネルギッシュなパフォーマンスにファンたちは釘付け気になる n o ア i の新曲 g o t が披露される瞬間は 特に大きな盛りり上がりを見せることだろう。彼らのダンスや歌声、ステージ演出の全てが、ファンたちの期待を超えるものになることを目指している。n o ーアンダーラインアイのパフォーマンスが始まると、彼らのエネルギッシュなステージにファンたちは引き込まれ、その瞬間を目に焼きつける。新曲、GO とは、彼らのこれまでのスタイルとは異なる新しい挑戦であり、その斬新なサウンドとダンスパフォーマンスはファンたちを驚かせ、 興奮させるに違いないな SNS 上ではリアルタイムで感想が飛び交い、最高だった。涙が出た、もう一度見たい、といったコメントがあふれ、彼らのパフォーマンスがどれほど素晴らしかったかを物語っている。神宮寺優太と元優太は、パフォーマンス後に再びインスタグラムストーリーを更新し、ファンへの感謝の気持ちとともに、今後の活動への意気込みを語る。その投稿には ファンたちからの温かい応援メッセージが寄せられ、彼らの活動がどれほど多くの人々に影響を与え、愛されているかが感じられる。彼らのメッセージには、これからもファンと共に歩んでいくという強い決意が込められており、その言葉はファンたちの心に深く響く。最終的に、このイベントがどのような成功を収めるのかは、アーティストたちのパフォーマンスとファンたちの応援次第である。しかし、 これまでの準備とファンたちの期待からすれば、間違いなく素晴らしい一日となるだろう。音楽の力を再確認し、共に楽しむことで、アーティストとファンとの絆はさらに深まり、音楽の未来に向けた新たな一歩を踏み出すことができるだろう。この特別な日を迎えるにあたり、ファンたちはどのような期待を抱いているのだろうか。そして、アーティストたちはどのような思いでこの日を迎えているのだろうか。 その答えは、イベント当日のパフォーマンスと、その後のファンたちの反応に現れることだろう。彼らの熱い思いが、音楽の日をさらに特別なものにし、多くの人々に感動を与えることを期待してやまない。このように、音楽の日2024は、多くの人々にとって特別な一日となることは間違いない。ファンたちはテレビの前でその瞬間を待ちわび、 アーティストたちは最高のパフォーマンスを披露することを誓っている。この特別な一日が、多くの人々にとって忘れられない思い出となることを願ってやまない。